おはようございます2018年6月4日古民家風の家最後の朝ご飯ですじゃーん最近はご飯が少なくすっかりパンになってるんですけど見てくださいこのビジュアル的な色とりどりのなんか朝の感じ珍しくないですかパンなんだけど昨日買い物に行ってちょっと完熟トマトとベビーリーフゲットしましたそれと漬物 野菜は白菜とかかぶとか安いものを買ったのでインスタント浅漬け作りました。ということで、えー、トマトと,、えー、っとこれベビーリーフと下にいつものチーズがあります。で今日はちょっと私塩フェチなんだけどどんな塩を使ってるかって言って今日塩も取り入れてます。アンザスアンンザザススロッ アンザス産のソルトアンザスってどこだっけ南アメリカとでこれはちょっといろいろミックスの,あのペッパーですねでまあいつもの牛乳とブワルちゃんはいということで、えー、もうなんか爽やかに過ごせるのも今日が最後ぐらいですもうあとは嫌な梅雨が待ってるだけ。 ということで、週の始まり月曜日。今日も一日元気過ごしましょう。古民家風の家、アダムゴンでした。それでは、いただきまーす。塩です。はい、ペッパーです。